この絵は。聖女は自分の心臓ごと夜の君を。初代聖女は夜の君に花嫁として嫁ぎ、そして裏切ったのです。コーリンさん、アーナス、君にはありますか。何があろうとも戦い抜く覚悟。君の聖女がたとえ自ら命を投げ出しても、その死を超えて戦う覚悟がありますか。彼女の死なんてありえない。なぜなら私が守るから。彼女自身からも彼女を守るからだ。ならば守ってもらいましょう。あなたの大切な聖女。リリーティス、コーリンさん、あなたは混ざり物のあなたと聖騎士の私と、どちらが聖女を守るにふさわしいか勝負です。すべて閉じてかかってきなさい。リュリーティス、アーナス、よかった。コーリンさん。
教えて、あなたのその姿は一体どういうことなの？教皇長は何をしようと。私の体に流れる青き血が、私の裏切りにようやく気づいたのね。そう、私は選択したのよ。あの遠い日、夜の君との戦いで青き血を飲み、妖魔の力を手に入れることを。妖魔の血を。最後の願いを聞いてもらえないかしら。その彫刻のもとへ。ああ、これは初代聖女、彼女にも名はあったわ。ルードゲート、私の心の友。私は守れなかった、守ってあげられなかった。リュリーティスさん、怖い思いをさせてしまってごめんなさい。絶対に一人で抱え込まないで。アーナスのことちゃんと頼るのよ。はい。アーナス、君は守りたいものをその手で守るのよ。どんなに苦しい時も必ず道はある。逃げ道だろうが回り道だろうが、君が行く道が正しくなる。わかった。君たちに会えてよかった。親愛なるシスターアーナスへ。聖女の封印は解け、ミラダは満ち、降臨の闇も解放された。条件は揃った。青き祭壇への道は開けたのだ。夜とどう向き合うのか、お前の働きに期待している。妹思いの優しいブラザーより。しかし、なんというか、俺たちだけだとむさ苦しいもんだな。何言ってるんですか。あなただってそのムササの一角を占めてるんですよ。お嬢様たちがいないと寂しいものでございますね。でもいつかはあの二人はいなくなるんだよな。そうしてこのガランとした風景が当たり前になっちまうんだ。そうでございますね。なあに、しんみりしてるんだか。もうすぐ世界まるっと滅びちゃって、みんな仲良くおだぶつするってのに。ただいま。帰ってきたか。ずいぶんと遅かったですね。お帰りなさいませ、アーナスお嬢様。うん、ええ。